クイゼネールロッドを用いたアキレス数72のデモンストレーションアキレス数とは、食べ奇数のうち累乗数でない自然数である。英語で食べ奇数はパワフルナンバー、累乗数はパーフェクトパワーといい、パワフルであるがパーフェクトでない存在として、トロイア戦争の英雄、アキレスの名前を関するのがアキレス数である。食べ奇数は A、B を自然数とすると、 A2 ビット3と表せる数である。累乗数は M を自然数、K を2以上の自然数とすると、マークと表せる数である。例えば288は6223と表せる多べき数であるが、累乗数でないので、アキレス数である。アキレス数は無数に存在し、そのうち最小の数は72である。アキレス数を72から小さい順に列記すると、 例えば、784は2472で、あるので、多べき数だが、2に等しい累乗数でもあるので、アキレス数でない。アキレス数は多べき数なので、素因数分解したときの、各素因数の指数部が、すべて2以上で、かつ、累乗数でない数で、すべての指数部が互いに元である数と言える。ありがとうございます。